皆様こんにちは、えー、今やるべく2次試験で合格答案を書くための超実践道場ということでま2、あ、次向けの道場ですねの、えー、ご案内をさせていただきたいと思います。えー、レクセニコンシの黒川ですじゃあですねああのー、まあ、この道場ですけども2、まあ、次試験対策まあ特に論述ですよね論述の部分ので事例の123ですねの まあ、あの計算というよりかはその論述の方ですね論述の方の部分に特化した対策っていうのをこうやっていく、まあ、そんな道場ですねになります。で一次試験のこう直前期に入る前ですね入る前の段階でですね二次試験対策としてのもう本当に骨組みの部分ですね骨格をつかむというところをこうやっていくような、まあ、そんな道場になると。でどんなことをやるかというか何を目的にするかっていうと二次に合格する人としない人って、ね、どの 違いどんな違いがあるのかっていうと受かる人っていうのはこういう答案を書けば大体高い評価はしてくれるっていうのは分かってるんですよ。で受からない人ですね落ちる人っていうのは何を書いていいか分かんない,い方向性が見えてな、ね、いぼやっとしてる人ですね。で雲を掴んでる状態になっているような人。でこの 2, 2パターンですね。でここでこの大き,か大きな枝分かれになっていてやっぱりこの前者の,その要は 分かってるとで、回答っていうので、まあ、こういうのを書けばやっぱり受かるんでしょうと。で、こういう内容を望んでるんでしょうと、出題者はというのが分かりながら、で、まあ、あのいろんな考えもあって、自分としてはやっぱりこういうの書きたいんだけど、でもこっちのが評価されるんですよねと。であれば、これ書,いか書きますんで、じゃあどうぞ添削してくださいねぐらいの形で書ける人ですね。これだけあの余裕を持ってですね。えー、しかもこう じゃあ高評価をつけるためにじゃあ多面的にですねじゃあまあ論点3つですねちゃんとしっかり書いてで出しましたみたいなそんな感じでですねまあ評価を落とさないような、まあ、そんな書き方ができるで要はどういう回答を書けば、まあ、合格答案になるのかっていうのが分かってる人ですねまあここがまあ最強なんですよ、まあ、そういうふうになれる必要がまずあって目的としてやっぱそこを目指すのはそこです回答のいわば基準が分かってると でどういうのが合格答案なのかっていうのは分かるというようなタイプの人間になるというところがまあ一つのゴールですね。で、それってまあ早い段階でやっぱりやっといた方がいいんですよ。やっといた方が良くて、まさにこの1次試験がこう直前期になる前にですね、まあ、ぜひやっといてほしいなというところですね。で、ここはもう私自身もやっぱり悔しい思いをして、2次試験、やっぱり1回落ちましたと。 いう中ですね。やっぱ最初に受けた時はあのー、全然わかんなかったんですよね。で、ね、何書いてんのかよくわかんないみたいな。自分でなんか？ とととにににかかく聞かれたたことに必死になってて回答ししポンと出したとで結果だけまあやっぱ一回落ちたというような苦い経験もやっぱあってでそうじゃなくてやっぱ明確にですねやっぱこれぐらい書けばこれぐらいの評価になるだろうとでまあ80分なんでこれ以上ちょっと考えて書くことはちょっと難しいんでまあ割り切った80分の中で割り切った回答6割の60点の回答ですかねでねこれぐらいなんだっていうのはやっぱりなんとなく分かってきたのが2回目ですね。 のところですでやっぱそれ通りに書けばまあやっぱあの点数つくんだなっていうのはやっぱ見えましたしそこがやっぱ大事なんですね。で勉強方法が大事で学習の仕方復習の仕方ですね。で普段こう過去問を見る時の学習方法もそうですしでなんかトーレンがなんか解いてみましたという時の学習方法もそうですという時にまあ正直言うとやっぱ復習が浅いんですね。 結構浅いと思います普通の普通に復習すると浅くなっちゃうんですね解説を読んでなんとなく分かった気になんとなくなったとであとはじゃあ,あの他の過去問でもちょっとやろうかなみたいなそんなレベルになっちゃうんでもうそうじゃないととにかく徹底的に一個解いた一事例をもう徹底的にやり尽くすというのが大事なんで、まあ、回答もですねやっぱりこう本当に自分が書くべきあるべき姿って何だったのかなっていうのが完全に明確になるまでやり尽くすっていうのは大事ですね なので量より質というかこうたくさんの事例を解くよりかは1個をも徹底的にやるというのがすごく大事なんです。なのでそれをですねあのやっていくって通常の講義だとちょっとできないですね。当連解説でもまあ80分で解いてその後1時間の解説しかやっぱりないのでそれで終わっちゃうんですよ。で次の事例というふうに進んじゃうんで、まあ、どうしてもですね通常の,まああの講義の中ではなかなかできないと。 でそれをやっぱりやるためにはちょっと道場しかないのでもう正直一日がかりです一日がかりで丸一日かけてですね一つの事例だけをやります一つの事例だけやって一つのま,まず普通に解いていただくで解いていただいた事例を題材にもずーっと一日中かけてですねじっくり理解してあるべき最終的な答案はこれだっていうのを 作るとといいいううころまでやっていくっててくそこまで責任を持つような、まあ、そんな講座ですねになってますんでそれをやったらですねやっぱり強いですね。でそこまでやっぱり復習する人って他のまあこの道場を受ける人以外でですねなかなかいないですしでそうなってくるとやっぱこう相対評価のこの二次試験ですねやっぱ人よりも秀でてるというところがやっぱ受かるということなんで相対評価で。 比べらられるんだったら人よりやっぱやっっぱりてると人より一次例に対して正しいこと正しい復習を結構深くやってるというところですねそこができてるかできてないかで、ねまあ、差がつきますんでそれをやるとそれのきっかけですよねそれを一次例を、まあ、丸一日かけてやっていくんでやり尽くすんでまあ あのかななりいいい経験になると思いますでそれをですね今回この同調じゃあまあ受けてもらってですねやった結果をさらに他のあの事例ですね受けた時にも同じようにやっていくという形で学習方法に結構焦点を当ててるんで。 やり方がが身につけばででですすねねそれが応用できるんですよ、ね、皆さんの中にあのそのノウハウがたまるんでそれを過去問学習の時にもやってみるとかそういうのができてくるようになるんであのすごくですねこう半永久的にこ,うこの道場を受けた効果が続いていくという形になるんであのそこをですねやっぱりあのしっかりあのお伝えしていきたいなというところですね。まあ、そういういコンセプトですねななななかかかか通常講座ってなかなか 出てこないんで、まあ、そういういところですね、あのーやっていくような、結構、まあね、まあ、あのー、結構まあここ、まあ、4、5年ぐらいですかね、まあ、やっていてですね、かなりやっぱり、あの、人気なところなので、まあ、ぜひですね、ちょっと早めにっていう形でやってほしいなと。で、一応ですね、まあ、日程的にも6月ですね、6月の段階でやっていくというところなんで、 あの一次試験も直前期試験に入る前ですね6月の,、まああの土日を使ってやっていきますとまあ池袋と梅田ですねで生講義開催するんであのなるべくこ,こ,この講義こそやっぱりねあの通学がいいですやっぱり生講義なるべく生講義ですねあの東京に近い方は東京で池袋でまあ,あの関西の方に近い方は梅田というところでまあなるべくなら来てほしいなっていうところですね。 通信だととどうしてもちょっとあのディスカッションができないんでですよディスカッションができないのでちょっとディスカッションやっぱり一つやんないとですねあの事例を深く理解する時の多面的な視点がですねちょっと取れなくなっちゃうんでまあディスカッションなるべくやりたいなってところですねなんでまあ一応通信でも販売はしますがあのまあおすすめはとにかく通学ですねなるべくならあのちょっと通学を軸にですねちょっと検討していただくといいかなっていうところですね まあそんな形でですね、ちょっと6月に開催しますんで、ちょっと都合を合わせてですね、来ていただければなというふうに思いますま。直前まであの申し込みはできると思いますので、ただまあ早めがいいですね、教室の枠もあるんで。 とといいいいううころであの見ていただければというふうに思います。じゃあですねあの一緒にこう二次試験ですねもう最後の山なんで、まあ、ここを受からなければ、まあ新だ死になれないというところがあると、まあ、そこであれば最終的にはその最後の最後ですね正しい学習できっちりもう 余裕を持って受かるというところぐらいのですねそんなスタンスに臨めるようにですねまあ、頑張っていければなというふうに思いますのでまあ是非ですねこの道場を受けてみていただきたいというふうに思いますじゃあ、えー、以上で、えー、道場の案内は、えー、以上ですねとさせていただきたいと思いますじゃあどうもありがとうございました